ご存体。作戦種別。暗殺。この国の政府の大臣が国外へ脱出を目論んでいる。大臣は我々に関する機密情報を握っており、このまま高飛びされるのは非常に厄介である。彼は敵からヘリポートまで武装した護送隊に守られ移動するようである。君のチームの今回の任務は護送集団をヘリポートに到着する前に襲撃し大臣を暗殺することにある。警備に関する情報。全行程が武装した私服警官によって守られている。護送集団の中心は2台の装甲車及びターゲットの乗ったパトカーである。戦術。単独のエージェントの方が複数で行くよりも多くの襲撃チャンスを得られるだろう。ハードな攻撃パターンとしては、護送集団をルート上で吸収し、重火器で一気にパトカーごとターゲットを爆殺する作戦が考えられるが、これはそれなりの代償も払うことになろう。ターゲットを逃がすリスクを厭わないなら、さらに巧妙な作戦も取り得る。自動車を奪って護送集団を追尾し、ターゲットが車を降り、ヘリポートへ向かうところで鉛玉を叩き込むのだ。この場合はタイミングが全てである。これは、思ってた以上に、警備がすごい。と言っても、エージェントを投入すれば、大臣暗殺なんて、造作もないが、ここはあえて、人的被害を最小にする作戦で行こう。皆さんは、ここに避難してもらって。仕事に取り掛かろう。ここの連中、レーザー装備してる。撤収。
you